皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、こちらのコーセーから出てるリップジェルマジック口紅コートは本当に口紅が取れないのか検証していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。さあというわけでやっていきましょう。まずは商品の説明からいきます。コーセーから出てるリップジェルマジック口紅コート、食べても飲んでも落ちなくなる、まあ、こんな感じで食後も色キープされるし、カップに口紅がつかない、メイク直し不要といったような。でこちらお値段は1290円でした。すごいね、これリクエストもたくさんいただいていたので、私も気になってたので今日は検証していきたいと思います。ではやっていきます。じゃあまずですね、一番わかりやすいように私が持ってる口紅の中で一番赤いものを選びました。エスティローダのこの名前が入れれる有名な口紅を使っていきます。私はですね、ちょっともうなんかハゲハゲでわかんないんですけど、多分59番、はい、これを使っていきます。じゃあこれを、まあ、今軽く口紅に塗ってるんですけど、さらに上から重ねていきたいと思います。わかりやすいようにね、くっきり塗っていきますね。はい、こんな感じにしっかり塗りました。これ今口紅コートとかも何も塗ってない状態で、こちらのティッシュに思いっきりムチュってチューしたいと思います。いきまーす。わー、はい、こんな感じに私の綺麗なキスマークがつきました。ではもう一回この上に口紅足していきます。ということでこの上からこれを塗っていきます。まずキャップを閉めたまま容器をよく振ってください。わかったよ。で指先に米粒ぐらいの量を取ります。このくらいですかね。唇を横に広げるようにして、口角や唇の内側など塗り残しのないよう口紅の上に薄く伸ばします。 OK。 塗ってる感じはなんか上から普通になんかバセリンとか保湿系のやつ塗ってるような感覚です。奥側は奥側は、うん、あ、でもなんかわかるかな、ちょっとなんかマットっぽい質感に見た目が乗ってきてます。ではね、さっきこんくらい取れたので別のティッシュに思いっきりチューしたいと思います。同じ口紅ですからね。いきまーす。ふっ、あ、落ちた。いきまーす。お、見てください。え、わかる？うっすら、ほんとうっすらなんか形があるようなないような、わかりますか？え、すごい、これはすごい。並べてみると、こっちがリップジェルマジック塗ってない方で、こっちが塗った方です。すごくない？じゃあちょっとペロッてしてみますか。お、舐めても取れない。でもちょっとなんかマットに仕上がっちゃうので、マットなのが嫌な方はちょっと上から透明のグロスとか塗ってもいいかも。じゃあ私こちらのケアメイクのボリュームアップレディーグロスの01番塗っていきます。こういうの上から塗ったらツヤも出るんじゃない。ほら、ちゃんとプルッとした。でもどうなんやろ、こういうグロスとか塗っちゃったらやっぱ色落ちしちゃうのかな。ちょっと検証してみますね。じゃあもう一回チューします。じゃあグロスをのせてもここにつかないのか検証します。取れますね。はい、はい、というわけでいろいろ検証してみたんですが、この普通の口紅の上にこのリップジェルマジックを塗ったら口紅は取れにくいです。だけどちょっとマットに仕上がります。でそのマットなのが嫌な方は上から透明グロスを重ねてもいいと思います。だけど取れます。なので口紅が取れてほしくない、マットになってもいいって方はこのリップジェルマジックおすすめできますね。マットなのが嫌な方はティントとか使ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。お茶とかしに行った時にね、コップとかにあの口紅がつくっていうのはなくなると思うので、皆さん気になった方はぜひ使ってみてください。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。他にもいろんな動画あるので、気になった方はぜひ関連動画や私のチャンネルの方から他の動画も見て帰ってください。そしてよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。